見えづらいかな。なんかね、コチっぽいやつがいます。顔の長い猫耳、コチっぽいやつ見える？あれ、これコチっぽいんで、ちょっと釣ってみようかな。はい、カジカでした。コチじゃなかった、カジカだった。あれ、カジカな。はい、カモメの卵ありました。はい、卵、これちょっとかわいそうだから移動しましょう。マジか。カモメか。皆さんおはようございます。チャキちゃん携帯のチャキです。なんとショウさんから釣りガイドのチョビさんがガヤを消耗されてるんで、今回は20センチ以上のガヤを釣ったらキープして、皆さん100匹この知るところね、豊かな海で釣っていきたいと思います。じゃあ釣ります。100匹釣れるかな、釣れると。結構際にガヤはいます。これ20センチ以上ねあったらね、もうキープしていきたいと思います。ガヤ、結構ねガヤ多いんで、ちっちゃいガヤね釣れちゃうんで、今度ワームで釣っていきたいと思います。ちょっと付け方、はい、よっ、来た、ました。さっきからねカジカ釣れてます、ワームで。ちょっと変えようかな、もう一回。じゃあ今度はこれね、クラブ、パワークラブ、これでやってみたいと思います。クラブもカジカ、クラブもカジカ、これね、なんかすごい発光してます、変なクラゲ。はい、甲殻系でもガヤ来ました。はい、こんくらい、
またイーサージのガヤつきました。今回チョビさんへのガヤの年貢はこちらです。すごくない？これおよそ30匹います。これね、1匹1匹がね結構引いて、ね、楽しかったです。でね、これ知床やっぱり、ね、自然が多いんでガヤめちゃくちゃ湧いてます。皆さんもよかったらガヤ刺身してたり煮物美味しいんで、ね、釣って食べてみたらどうでしょうか。チャキさん携帯のチャキでした。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。はい、でっかいカレー釣れました。